ラクチン的にふわっと気になりますよね。あの少量のチップですから、ね、あの一緒にしてみる気にもバッチします。重いよくと少しずつですけど、1分間ぐらい、まあ、大体10分ぐらい打ち続けて、その方がトータルでは健全に乗りたいよくて、きれいに気になるので、僕はこう重いよくを使っています。すごく実は難しいです。どうしても温度が上がってしまいますので、受け始まります。ですから、さっきの網の上にアルミのような耐熱の形を置いて、その上にチーズを置きます。上からだけ煙が乗ってくれるので、途中で一度蓋を開けて混ぜるとか、天地を入れ替えるとかするとできますけども、一滴くれが伝わるので、フライパンだと、さっきおっしゃったスモーカーで作れば、もちろん作業。なんでそういうの？あの煙は20分というか20分以上やるともっと味が深いですか？そうですけど、そうすると今度さっき言った熟成時間がヒントなんです。あここ味はもちろんあの、まあ、10分以上出る12時間もかけたら今日のやり方ではとんでもないかと思いますけど、まあ、10分20分程度であれば熟成を一晩とか場合によっては2晩とかになれば、食べるのには差し支えありませんし、味も濃くなりますけど、ちょっと入りすぎる可能性もあります。まあ、熱くなることには十分気をつけてやってみてください。それから塩サンマを焼こうと思って買ってるんですが、これも感染できます。できないことはないと思いますが、塩サンマはうんと水気が抜けている方がありがたいので、干物、サンマの干物あれの方が簡単だし、仕上がりは美味しいと思います。はい、あ、も気になる。どういうチップがどういう食材に合うかって何かあるんですか？そのあのね、タンニンの量なんですね、チップが持っている。で、香りプラスタンニン。タンニンとは硫黄の糊です。ですから、桜、さっき見ましたように桜が割とオールマイルで、ここには洋物、西洋のものです。西洋の桜が持っています。ですから割と食材が外国のもの、サーモンなんか、あるいは肉系なんかにはヒッポリがある。というふうに思うと、割と分かりやすい。ヒッポリは一番色が濃い。ここの一番であります。色が濃い方のチップです。桜が一本にする方です。いろいろ間に入ります。あ、それから使い終わったチップの炭をプランターや畑に混ぜると野菜花が元気よくなります。ご覧いただいております。あ、そうなんですね。はい、勉強になった。あ、すごい。眠いとセクハラ上司を煙に巻きたい。人の顔を見りゃ太った言うな、太鼓腹のあんたに言われたくない。ズバリ旦那です。壁が痛むと言ってはカレンダー一枚貼らせず、たまたま埃が溜まってエアコンの上をわらわら覗いては主婦断念です。女性は基本的に煙に強いんです。私のスタジオでやってくれてる人たちも本当に女性だけ煙に強いです。ありがとうございました。誰にもないように自殺される方もいます。私があの人を殺したって言ったの。自殺した払ったみたいに払わなくて、払わなくていい人に払わなくておかしいんじゃないですか。保険って面白いですよね。外れない魚ですよ。1000万程度の請求でリスクを負う必要はない。家庭人としてやれることは徹底的にやるんだよ。それが俺の答えだ。火曜日のラストマネー、愛の BS プレミアム。7年間の旅の末、世界で初めて小惑星のかけらを地球に持ち帰ったはやぶさ。その詳しい分析から、これまで謎とされていた太陽系弾道の姿が明らかになろうとしています。コズミックプロセス史 BS プレミアム、今夜9時。